官房長官の方が、特定の自治体に税収が集中する構造に見直しが必要なのは、石原、慎太郎都知事らも分かっていると、闇雲に。分かってないね。全然分かってないね。関係なくきちんと議論すれば、一定の答えが出ると。間違いなく非常に優秀な政治家なんだからね、その税制の格差すなわちですね、それとね、要するにその行政上の格差がね、重なるもんでな、重なってるんだ、実際に。だからこそね、つまり東京都の重要人で、そのね、税制の格差が取って、そのね、なんか格差の撤退としてですな、それのために東京も理解することができないでしょ。ダメ。間違いなくよろしく言っといて。